こんにちは、みずきです。今回はキャンメイクのクリームチークティントの新色をレビューしていこうと思います。はい、ということで久々のキャンメイクのコスメレビューなんですけど、こちらのキャンメイククリームチークティント05番をレビューしていきます。私はもともとこのクリームチークティントはこの01番の方をよく使ってたんですけど、こっちの方はちょっと赤系のピンク、塗ってみるとこんな感じのうっすらね血色感が出るような色味なんですけど、こっちの新色はこんな感じのオレンジ系になってます。塗ってみるとこんな感じのカラーです。この01番と比べると正反対のカラーなんですけど、結構透明っぽい感じです。でも指にはこんな感じでしっかりカラーがついてるんですけど、手にのせるとちょっと薄めに見えます。で、肉眼で見た方が分かりやすいんですけど、本当に若干ラメが入ってます。塗ってもね全然わからないくらいのラメ感です。こっちの01番の方もラメが入ってたんですかね。で、今ティッシュで結構強めに取ってるんですけど、指に結構残ったまま取れないです。こう本当にね色持ちが良くて取れないので、私はこれを夏場とかあまり化粧直しができない時によく使います。では実際にこの05番のチークを使ってメイクをしていこうと思います。今ベースと眉毛とリップだけしてるのでアイメイクからしていきます。今回はこのチークに合わせてオレンジ系のメイクをしていきます。はい、まず目の上のアイシャドウはこちらを使います。ジルスチュアートのドリーミークチュールアイズ、このラメ感のあるベージュカラーを目の上全体にのせていきます。そしたら次はこの薄めのブラウンをちょっと取って目尻側の目の際にのせます。まあ、だいたい目の真ん中から目尻にかけてこんな感じでのせます。そして次はこちらのサナエクセルデュアルアイシャドウ NDU02 番を使います。このオレンジをね目の下に使いたかったので目の上はシンプルにしました。で、このオレンジをしっかりチップにとって目の目尻側からのせます。はい、こんな感じです。こんな感じで目尻だけでもいいんですけど、私の場合ちょっと垂れ目なのでこっちの方にもカラーを入れていきます。次は細いチップを使います。そしたらちょっと仕上げにこのラメを使います。指にとって目頭にポンと、こんな感じで明るさを出します。そしてビューラーマスカラです。マスカラはこちらのビューティーフィルムマスカラを使います。カラーを目立たせたいのでマスカラはちゃちゃっと塗ります。はい、こんな感じです。そしてこちらのラブライナーを使ってアイラインを引いていきます。いつも通り目尻に細く描きます。はい、そしたらチークですね。こちらのクリームチークティント05番を使います。で、一応この下にスポンジも入ってるんですけど、私はあまりこれは使わないです。ただ手が汚れたくない時とかにこういう風に折ってポンポンってつけたりはするんですけど、私はだいたい指で塗ることが多いので今回も指を使っていきます。で、入れる場所はこの頬骨の高い部分に入れていきます。一度ポンポンと入れるだけではそんなにカラーが乗らないので 2,3 回重ねます。結構肌なじみのいいオレンジで血色感が出る感じになります。結構使いやすいです。いい感じ。そしてリップなんですけど、こちらのリップ38度プラス5度をもともと塗ってたんですけど、もう一度塗っていきます。はい、こんな感じでメイクが完成しました。いい感じに統一感が出たんじゃないでしょうか。は
はい、という感じで今回はキャンメイクのクリームチークティントの新色をレビューしていきました。こう目で見るよりも実際に使っていくと結構使いやすいカラーだったので、これは買って正解でした。で持ちもすごいいいし、夏に向けてすごい使えると思います。今まではこの01番の赤ピンク系しか持ってなかったのでこればっかり使ってたんですけど、この05番のオレンジ系も仲間入りしたのでこれからバンバン使っていこうと思います。またメイク動画とかでも使うと思うので楽しみにしていてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。